はい、ジェン君、大丈夫？寒い寒い、冷たい雨が降っています。ジャン君、今日は病院の日だったんですけど、キャリーに入れて外を歩いて、冷たい寒い日は大変なので、来週の月曜日にいたします。今日は土曜日で、明日病院お休みです。月曜日晴れたら行きましょうか。一日雨だって。昨日なんてさ、13度とあっかたか14かった度よ、とか昨日。暖かかったのにね。昨日行けばよかったね、そういう意味ではね。あ、でも昨日はそうか、昼間おっさん歌ってたからね。そうなのね。まあ病院、そういえば病院は7時までだから、行こうって思えば行けなくいはや、なかった。歌った後は灰の、白い灰のようになって、そうだ。まあ忘れてたけどね、気にも留めてませんでまあした。今日雨降るって思ってなかった。私ちゃんとまあ、天気予昨報見日てなのかっ何時た。かのニュ、あの天気予報で雨って聞いたけど、こんな天気予報見寒いてとなね。かった。はい、じゃあ、あさって、病院だぞ。撮影会始まってますが。のお尻にポンちゃんのお顔が乗っています。めっちゃかわいい。ワンちゃん。みんな集まってるのはなぜかというと、チョコです。チョコです、チョコです。チョコの追加だそうです。さあ、バレンタインチョバレコンのタ追イ加ン、にまたいただいてしまいましなんた。かすごい、ジャン君とポンちゃんこれすごそうなんですマけキど。シン・ロパリのチョコだよ。あれ、開かないシールよ、か。まだ貼ってあるもん。ポンちゃんは必ず乗ります。いい感じで乗ったね。これもなんか、これもね、これラムネうまそうじゃん。このラムネ、前も食べたことあるね。そうそう、これ好きだよね。うちはラムネ好きでこれも取っとこうか。す。あ、そう、これもね、ちゃんと、なんかね、これと、あとこのパソコンに乗るにゃんこシリーズ。これジャン君じゃないか。こんなペンケース入りのチョコもいただきましたメロよ。ン。チョありコがです。ありがとうごとざいう。ます。はい、ジャン君。これも開けた方がいいの？この。いや、開ける？開けるの、時間がかかなんるんかだ。すごい豪華そうな。あ、開いたよ。こっち。あれ？反対だ。反対側か。よいしょ。マキシムドパリだよ、ちゃんぽんちゃん。すごいね。なんか豪華な、おしこゃんれななで感した。じ。いただきま早っ。ーす。ジャン君、ぬくぬくだね。石が溶けるように。溶けろ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 。または砕けろ。いいですか、ここで。ひょっとして、これ？やりますか。おいで、こっちおいで。こっちおいで、こっちおいで。ゴリ。後ろ回っちゃう。よいしょ。こっちですか。いいな。あら。じゃんけん。ジェン君、少し遊んだりしてみる？よいしょ。うい。
こっちは違うの。こっちですか。あ、もう飽きてきた。飽きてきたか。はい、ですね、この、遠赤外線のヒーターなんですけれども、この強と弱ですね、これでだいぶ違います。ワット数的には1000ワットあるので、これね、多分強にすると1000ワット、弱はね体感的には半分ぐらいになりますかね。で、部屋が温まっちゃったらもう弱で十分なんですけれども、この強、これすごいです。もう部屋をねパンパンに暖かくするぐらい、あります。で、もう夜遅くなってきたのでこの電源を切ります。はい、そしてですね、少しこうやって、よいしょ、こちら、切り替えます。よいしょ、ね、はい、暖かいところから、エアコンに切り替えるとそんなに電力もこう急激にね上がらないだろうと思われますので、こうやって切り替えています。そしてジャン君も大丈夫ね。こちらの、ベッドの下にですね安価が入っていて、そちらの方にオンしています。オン電源を入れています。よいしょ、いつもの窓際の、安価はお休みさせています。こういう、2ウェイシステムみたいな形でやっています。明日の朝になって、日が入ってくるとですね、ここは日向ぼっこの場所なのでこの安価に切り替えます。日中とね、夜は違うようにしているということでした。はい、じゃんくん。